はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。レゴマインクラフトエンドポータルです。レゴマインクラフトの2016年の新シリーズ2個目ですね。はい、今回はこちらを作っていきたいと思います。はい、というかもう作ってるんですけれども、作ってる時の様子をご覧ください。はい、はい、ということでこちらがレゴマインクラフトのエンドポータルですね。はい、はい、まずミニフィグから紹介していきましょうか。はい、まずこちらがスティーブですね。はい、スティーブは完全にダイヤモンド装備ですね。はい、はい、そしてこちらがケーブスパイダー毒グモですね。はい、はい、以前紹介したマインクラフトのクモとは違って体とか顔が青いですね。そしてこちらがエンダーマンですね。はい、エンダーマンが2体おります。はい、エンダーマンブロック持ってますね。はい、そして全体がこのような感じになってますね。はい、はい、まずはここの部分がですね、こういう風に開くようになっておりますね。はい、ここがエンドポータルですね。はい、でここにスティーブがいますね。はい、でこれ毒グモでしょ。はい、でこれが、クモの巣。はい、で多分ですね、このブロックが多分本棚なんだね。はい、うん、だからここは廃校みたいな雰囲気かな。うんうん、反対側がこのような感じになって、ここに松明が2本あって、ここにチェストがありますね。はい、中にはいろいろ細かいパーツが入っております。エンドポータルの前には階段がありますね。はい、それでちょっとだけギミックがあるんですけども、はい、上から見た感じなんですけども、はい、ここですね、動かせるようになってまして、はい、エンダーアイをですね全部収めるとこう黒曜石になるというギミックが一応ありますね。はい、でここに入ってエンダードラゴンと行くんだよね。そうそうそう、ジエンドに行ってエンダードラゴンと戦うと、はい、いうことになりますね。はい、一応こういったところがですね、鉄格子みたいな感じになっててよくできてるよね。はい、うん、鉄格子みたいになっててね、素晴らしいですね。でこのエンダーアイは取れるんだよね。あ、取れる取れる、もちろん。だからそういうところも再現できる、ね、これ取ってるとこう溶岩になってて、うん、はめると黒曜石というようなことができますね。うん、あとここにですね、一応キノコがありますね。はい、これ目立たないけど細かいですね。うん、マッシュルームだね。うん、裏側にこのエメラルドブロックが今回初めて入ってますね。はい、うん、こういうのがどんどん増えていってくれると嬉しいね。うん、それでうちはですね、まだエンダードラゴンのセットは持ってないですね、レゴマインクラフトのね。はい、まあ見つけ次第また買いたいと思いますけれども、はい、あれちょっと高いのかな。うん、確か結構な値段したと思いますね。はい、前回のね、レゴマインクラフトでやった時に、はい、マインクラフト P やってくださいとですね、ご要望いただきましたので、ちょっとね、またやろうかなと思ってます。うん、ちょっと A ちゃんで再開し始めようかと思ってる。うん、ただ、アーカイブ配信するのかライブ配信するのか、それはまだちょっと決めてないので、はい、まあどうだろう、動画出すとしたら土曜日かな。うん、今週の土曜日かなと思ってますね。はい、はい、よし、今日こそはエンドポータルを見つけてやる。でもクマの巣もあるから気をつけないとな。うわ、エンダーマンだ。気づかれないように中に行こう。お、チート発見。よし、アイテムもらっとこ。あ、毒グモだ。ダイヤの剣だから楽勝だぜ。やった、エンドポータル発見した。よし、あと少しだ。うわ、エンダーマン。これはもう戦うしかない。やったぜ。よし、ついにこれが最後のエンダーアイだ。よっしゃ、ついに G エンドへ行くぞ。テクテク、え、なんでやねん。はい、ということで今回はレゴマインクラフトエンドポータルでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。